パルムの総員その第56回第13章続きから、松明を持った50人と武装した20人はラ・ファウスタ邸の窓の下で長く立ち止まってから、町の最も華麗な邸宅の立ち並んだ前を進んでいった。腰の両側についている家父たちは時々、殿下には何か御用はありませんかと聞いた。ファブリスはその意識を乱してはいなかった。松明の投げる光で見ると、ロドビーコとその部下たちはできるだけうまくこの行列の後をつけている。あいつは手勢を100人しか連れていないので、思い切って攻めないのだと思った。この悪ふざけをやっている連中がみんな体中武装しているのがはっきり腰の中から見えた。彼は何かと世話焼きをする家父たちに笑いかけるようなふりをしていた。こうしてこの凱旋行列は2時間も進んだが、やがてサンセベリーナ邸のある町の外れを通りかかろうとするのが分かった。そこへ行く街角を曲がると、彼は腰の前に設けてある窓を急いで開け、一本の棒の上を飛び越し、顔に松明を突きつけてきた武装した銃木を短剣で突き倒したが、彼もまた肩に短剣で一突きやられた。二人目の銃木は燃え盛る松明を近づけて彼の髭を焼いたが、すぐについにファブリスはロドビークのところへ駆けつけ、殺しちまえ、松明を持った奴はみんな殺せと叫んだ。ロドビークは剣をやたらに振り回して追っかけてきて離れない二人の男からファブリスを救い出した。ファブリスはサンセベリーナ邸の門前へ走った。門番は好奇心から大門についた高さ3尺ほどの小門を開け放したまま、あまりの松明に驚いて見ていた。ファブリスはそこから一足飛びに飛び込んで小さな門を後ろに閉め、荷場の前に駆け込み、寂しい町に面した戸から外に逃れ、1時間後にはもう町を出外れ、夜の明ける頃にはモデナの国境を越して安全地帯に来ていた。その夜はもうボローニャに入った。全く素晴らしい遠征だと彼はつぶやいた。あの人にさえ話しかけられないなんて。彼は急いで伯爵と公爵夫人とに陳謝の手紙を書いた。慎重な手紙でその心中を書き綴ってはあるのだが、これは敵が読んでも何のことか少しもわからないようにした。僕は恋を恋していましたと彼は公爵夫人に書いた。僕はそれを知ろうと全力を尽くしました。しかし自然は僕から愛したり憂鬱になったりする心を拒んでいるらしく思われます。僕は卑俗な快楽以上には登り得ないのです、などなど。この事件がいかなる騒ぎをパルムに引き起こしたか、その片鱗をさえ知らせ得ないと思う。この事件の神秘性は一般の好奇心をそそった。松明を見腰を見た人は無数にあるのだが、しかもあの拉致されていたとは言っても、皆が実に敬意を表していた人物は一体何者だったろうか。その明くる日になっても、この町の著名な人物は一人も姿を消してはいなかったのである。囚人が逃走した町に住んでいる催眠たちは確かに死体を見たと言っていたが、夜が明けてその連中がいざ思い切って家々の中から出てみると、相当の跡としてはただ宝石の上に多量の血が流れているきりだった。その日は日のあるうちに2万以上の物見高い連中がこの町へやってきた。イタリアの各都市の市民はこうした得意な光景には慣れているのだが、いつもそれが何故にまたいかにして行われたかをよく知っているのだ。だが特にこの事件がパルムを衝動させたのは、その後1ヶ月も経ってもう世間の人々も松明行列のことばかりは話さなくなった頃にも、モスカ博の手配があったためにM 博からラ・ファウスタを奪い去ろうとした競争相手の名を見破られなかったことだった。この嫉妬深く復讐心に燃えた恋人は行列が始まるとすぐに逃走してしまい、
ラ・ファウスタは伯爵の命によって城塞に投獄されていた。そうでもしなければ太后は好奇心に駆られて、ついにはファブリスの名を出さねば承知しないようになったかもしれなかったからだ。公爵夫人は伯爵がそうした太后の好奇心を完全に封じ込めるために、このわずかばかりの不正な処置を取ったことをひどく嘲笑ったものである。その頃パルムには忠誠史を書くために北方地方から一人の学者が来ていたが、彼は各図書館で文献を漁っていて、伯爵はそれに対して後限りの便宜を与えていた。九段の学者はまたひどく熱くはあったが、その振る舞いには激しい気性らしいところが見えた。例えばパルムの人間が皆彼を嘲笑しようとしているなどと信じ込んでいるのだ。もちろん町のいたずら小僧たちが彼の堂々と伸ばしている薄紅色のふさふさとした髪の毛を見て、時々その後をつけたことは事実だ。またこの学者は宿でも何かと法外な値段を請求されているものと信じ、どんなつまらない品物でもまず20貫を重ねているスターク某夫人の旅行記の中からその定価を探し出してからでなければ支払いはないことにしていた。その書物はシマリアの英国人に七面鳥、リンゴ、牛乳などなどの価格を教えてくれるのだ。この赤毛の挑発を蓄えた学者は、ちょうどファブリスが無理に町を引き回された夜はその宿でプンプン怒っていて、くだらないことを訴えて日数を請求した侍女に仇を討とうと、そのポケットから小型拳銃を取り出したが、小型拳銃を所持することは大罪とされていたので、そのために捕らえられたのである。この短気な学者は長身総区だったので、伯爵はその明くる朝になると、この男が M から歌姫を奪おうと公言していたために、あんないたずらをされたものだということにして太后の目をくらまそうと考えついた。小型拳銃携帯はパルムでは3年の区役をもって罰せられることになっていたが、そんな刑罰はもちろん適用されるものではない。学者はまず2週間留置されている間にただ一人の弁護人の面会を受けたきりで、そのまた弁護人は武器携帯罪なるものは権勢ある人々が小胆なばかりに作り上げた法律であるがために、それがいかに恐るべきものであるかを説いて散々脅かしたものだったが、その2週間が過ぎるとまた別の弁護人が訪ねてきて、 M 伯爵がある恋の競争相手に仕向けた行列のことを物語り、未だにその相手というのが何者であるか判明しないが、当局ではそれがまだ発見されないとは太后に愚心しかねている。で、君がラ・ファウスタの気に入りたいと思っていたこと、女の窓の下で歌っている間に50人の暴漢に捕らえられ、おまけに1時間も腰に乗せて運ばれたが、その間彼ら暴漢どもからはただ丁重な言葉ばかりを聞かされたことなどを白状してもらいたい。白状したからとて何も侮辱されたというわけではなし、君はただそれを一言言ってくれさえすればいいのだ。言ってくれさえすればもちろん警察は直ちに君を釈放するし、早速駅馬車に乗せて国境まで送り届け、そこでさよならということになるわけだ。学者はこれを1ヶ月間も拒んでいたので、太后は 2、3度彼を内務部まで連行させ、今にも自ら尋問に立ち会おうとされたこともあったが、ついに歴史家の方で困ってしまい、万事注文通りの告白をしようと言い出した頃には、もう太后もそんなことは少しも念頭に置かれず、学者は国境まで送りつけられることになった。太后は M 伯の相手は赤毛をふさふさとさせたものだったということだけで納得されたわけである。この行列事件から3日目、ボローニャに隠れていたファブリスは忠実なロドビーコと共に M 伯発見の方法を何かと相談していたが、その日は伯爵もまた近くのフィレンツェ街道の森林中の一村落に隠れていることが分かった。伯爵は
身辺に三人の刺客しか連れていなかったので、その明くる日散歩から帰ってくると、パルムの警察官だという仮面をかぶった八人の男に捕らえられ、目隠しをされたまま、そこからなお山中二里ほどのところにある一軒の宿屋に連れて行かれた。宿では至って丁重なもてなしを受け、豊かな夕飯も待ち構えていたし、イタリアやイスパニアの最上の酒も出た。それでは自分は国事犯なのか、と伯は聞いた。とんでもないことです、と仮面のロドビーコは丁寧に答えた。あなたは単なる個人を侮辱なすっただけです。星に乗せて歩くと言ったようなね。その人が明朝あなたと決闘がしたいと言っているのです。もしあなたが相手をお殺しになれば、二頭の春目と金が手に入り、その上ジェノア街道には順次駅馬が用意してあるというわけです。その暴漢の名は何というんだ。伯爵は怒鳴った。ボンバースと言います。武器は無論のこと、十分正当な介添人はお望み通りお選びになってよろしい。が、どちらか一方が死ぬまでやらねばなりませんぞ。これは殺人行為だ。と M 伯は恐れをなした。どういたしまして。これはただあなたが真夜中のパルムの町をお引き回しになった若者と決死的な決闘をなさるだけのことです。その男はあなたが生きていては面目を潰してしまうわけなんです。二人のうちどちらか一人がこの世の余計者なんです。ああ、相手を殺すようにしっかりおやりなさい。剣、拳銃、用刀、何なりと数時間のうちに手に入るものならお好きな武器を選びになってよろしい。何しろ急がなければなりませんからね。もちろんこれはご存知のことでしょうが、ボローニャの警察は非常にやかましいんですから、あなたの侮辱なすった青年が面目上必要だというこの決闘を妨げられてはなりません。だがもしその青年が公使だったら。あなたとご同様単なる個人です。おまけにあなたよりはずっと貧乏でさえありますが、ともかくあなたと死ぬまで戦いたいと言っているのですから、無理にでも戦わせますよ。それだけは前もって言っておきますがね。俺には怖いものは何もないのだ。M は叫んだ。それこそあなたの敵が心から望んでいるところです。とロドビーコは応じた。明日は早朝から命を守る用意が肝心です。あなたのことを激怒しているのももっともだし、何の容赦もしない男からあなたの命が責められるわけなんですからね。繰り返して申しますが、武器は何をお選びになろうとお好きなように。それから遺言を作っておきなさい。翌朝6時ごろ、M 伯は朝食を終えると、閉じ込められていた部屋の戸が開き、田舎宿の中庭に連れ出された。この中庭はかなり高い生垣と壁で囲まれ、門という門は皆丹念に閉じられていた。伯爵はその一宮にあるテーブルへ近づくように差し招かれたが、テーブルの上には数本のブドウ酒とモツカの瓶が並び、拳銃、剣、用刀が2本ずつ置かれ、紙とインクが添えてあった。パルムの総員、その第56回、第13章、途中まで、2021年8月29日。この続きはまた次回。